ジープを買収した当時のアメリカンモーターズがワゴニアのスポーティー版として1974年に発表した2ドアモデルに与えた名称。その後 AMC はクライスラーに買収され、クライスラーはダイムラー・ベンツと合併するなど変展が激しいため、生産年数の長いモデルでは同じ型でもブランド名が異なる場合がある。ジープ振興者の間でチェロキーといえば初代の SJ を指し、 日本では販売台数の多い XJ を指すことが多い。4代目まではすべてが4輪駆動方式の SUV であったが、フィアット参加となって以降に登場した5代目では4輪駆動のほか、前輪駆動も登場している。従来のヘビーデューティーなイメージから一転、FF のダッチダートをベースとしたクロスオーバー SUV となった。アメリカではリバティの後継ではなく、 新規車種として登場しており、これを機に、チェロギーの名が復活した。駆動方式は、シムケチにより FF の他 4WD も用意され、フィアット製、自家サイ HC16 バルブ 2.4L、マルチエアにタイガーシャークと自家サイ HC16、バルブ 2.0L ターボディーゼル、マルチジェット、もしくはクライスラー製、V6DOHC24 バルブ 3.2L、ペンタスターは、 新開発の ZFC 急速 AT と組み合わされる。北米仕様は、スポーツ、ラピチュード、トレールホーク、リミテッドの4グレードから構成され、FF もしくは 4WD が設定されるが、トレールホークのみ 4WD となる。2014年5月17日より、日本市場でも発売を開始した。当初、全車右ハンドルのみの設定で、グレードは、 時期 4.24LFF が北米仕様のラピチュードに相当するロンギチュード V6.32L4WD がトレールホークとリミテッドの計算種だったが2015年4月にロンギチュード 4X4 が追加されたため計4種となった。しかしその後 2.4L エンジンモデルが消滅したためトレールホークとリミテッドのみとなっていた。なお、本国にある スポーツは設定されない。灯台を特徴づけるフロントマスクはジープブランド伝統の7スロットグリルを取り入れながらも近未来的な要素を盛り込んだ。フロントの透過類は3段で構成されるがターンシグナルと LED データイムランニングライトが最上段にヘッドライトは中段の台形部分、そしてフォグランプは最下段に収まる。また、 オイルオープニングもジープブランドの伝統に従って、丸型ではなく、台形を採用している。快適装備や安全装備については、全席、SRS エアバッグのみならず、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ、ニーエアバッグまで装備し、キーレスエンター、N5 システム、レーンセンス車線逸脱警報、パークセンス10列、並列パークアシスト、レインサポートブレーキ、 アダプティブクルーズコントロール、クラッシュミティゲーション付け全面衝突警報など、グランドチェロキーに肉薄する先進アイテムが数々採用されている。4WD システムはリミテッドにアクティブドライブ2、トレールホークにより、本格的なアクティブドライブロックを採用し、グランドチェロキー譲りのセレクターレバー横のボタン一つで5つのモードから選択可能なセレクテレンシステムを採用した。 トレイルホークは、オーバーフェンダーの装着で全幅を 1.905mm に、ルーフレールの装着で前高を 1.740mm とした上で、オフロード走行時に一時速 8km の範囲で、車両姿勢の総合制御を行う、セレクスピードコントロールを追加したグレードで、卓越したオフロード性能を示す、トレイルレーテッドのバッジが付く。2018年には、 大掛かりなマイナーチェンジを観光。グランドチェロキーを彷彿とさせる精悍なフロントマスクに、刷新するとともにリアゲートの形状を変更すると、ともにナンバープレートの位置をやや髪型へと変更。また、JL 型ラングラーにも搭載される新開発の2.0リットル、磁気4ツインスクロール式、ターボエンジンを投入。これにより、本国においてはエンジンが3種となった。 アップルカープレイ、アンドロイドオートに対応した第4世代 U コネクトシステムを搭載し、リアバンパー下に足をかざすだけで開く、ハンズフリーパワーリフトゲート、全面衝突警報をジープブランドで初めて採用。ヘッドライト、フォグランプ、リアコンビネーションレンズのすべてに LED を採用した。日本においては2018年10月20日に、 マイナーチェンジモデルを発表、発売を開始。V6DOHC24 バルブ3.2リットル、ペンタスターがラインナップから消え、その代替として、クライスラー製、次回 4DOHC16 バルブ2.0リットルツインスクロールターボが追加されると同時に、廉価モデル用に自家4 HC16 バルブ2.4リットル、マルチエアにタイガーシャークが復活。グレードは、 ロンギチュード、リミテッド、トレイルホークの3種で全社 4W d のみである。10月20日の発表時には、ロンギチュードローンチ、エディションとリミテッドを先行販売し、残にグレードに関しては2019年春に販売開始予定である。ありがとうございます。